島ケミンベリー。最近働き方改革ってよく聞きませんか？働き方改革？あれって東京の企業とかの話でしょ？いえいえ、それが県内でも広がってきてるみたいなんですよ、はい、生産年齢人口の減少で人材確保が困難となり、企業継続に深刻な影響を及ぼすと言われている日本。そこで県ではこれまでの働き方を見直し、生産性の向上を図りながら、長時間労働の削減や休暇の取得促進、多様な働き方を可能とする制度の導入など、誰もが働きやすい職場環境づくりを進める働き方改革を推進しています。新しい働き方、暮らし方によって豊かな人生を送ることができる、まさに21世紀の新しい日本が目指すべきライフスタイルではないと思っています。9月に開催されたイベント WIT2017 では、県内外の有名企業や有識者の方によるセッションが行われ、これからの時代に求められる新しい生き方や働き方について県民の皆さんと一緒に考えました。とにかく日本には古い労働慣行が相変わらず存在しています。変えないといけないのに、この30年間ほとんど変わってきてません。この古い労働慣行が一人一人の人をダメにしてきました。一人一人の人がダメになったからどうなったかと申しますと、実は会社とか組織がダメになりました。会社組織がダメになったからどうなったかと申しますと、実は国がダメになってきたと。したがって今こそ変える時期だと。Just do it と私は信念で思ってます。ありがとうございます。以上です。またこの日は働き方改革担当の加藤大臣にも同席いただき、県内の働き方改革実践企業が自社の取り組みについてプレゼンテーションを行いました。一つの方向が違ったらまた違う道を選んでいける、こういう社会を作っていくということが豊かで実りある我々は人生につながっていくというふうに思っているわけでありました。この日の参加者はやっぱり企業のトップの方々のお話なので、実際やられてる取り組みとかすごくためになる話ばっかりです。どこの会社もいろんなトップの方含め思いを持ってやってるんだなというのが印象的でした。実際に実践していけるように頑張っていきたいと思います。県民テレビ WIT2017 の2日目にはレゴブロックを使った自分の働き方をイメージするレゴシリアスプレイを開催。真剣な遊びを通して想像力や活力、インスピレーションを引き出す効果があると言われています。働き方のスタンスについても今まで悶々としていたところはあったんですけれども、次のステップへつなげる大きな今日 の得た心かなと思っています。今回のワークショップを通じて思いがけない欲張りな働き方のアイデアなども飛び出し、参加者は大いに刺激を受けられたようです。皆さんも理想の働き方について考えてみましょう。広島県からのお知らせ。茂谷幸介さんをお招きして里山資本主義をテーマに講演会やパネルディスカッションを開催します。参加者の交流会も楽しみに。県内の中高生向けプログラミングイベントを開催します。この3日間でアプリ制作などを体験し、皆さんの可能性を広げてみませんか？里山プレゼントが当たる。広島県民テレビで検索して応募してください。